2018年6月、新作となるスマブラ SP の発売日が2018年の12月と発表され、コミュニティに激震が走った。しかしそれは同時に、今プレイしているスマブラ4というゲームの終焉が近づいているということを意味していた。そんな中、日本のスマブラコミュニティは東西の2大大会、スマバトファイナルと梅ブラファイナルを最後の目標として切磋琢磨を繰り返していた。最初に行われたスマバトファイナルで優勝を飾ったのはザクレイだった。そしてその前にもう一つ、最後の世界大会としての意味合いを持っていたのがエボ2018だった。多くのドラマを生んだエボ2018の結末、そしてスマブラ4プレイヤーが最後に挑んだ大会の行方はいかに。2018年8月、アメリカのラスベガスでエボ2018が開催された。2015年に初めて種目として採用されて以来、エボでのスマブラ4採用はこれで4年連続となった。最後の世界大会ということもあり、日本からは例年以上に多くのトッププレイヤーが参加し、全体では1358人が集まる大会となった。波乱は早々に巻き起こった。前年度王者のセイラムが予選でアメリカの全一マルス使いミスター E に敗北、敗者側トーナメントに回ることとなり、最終結果も17位で終わった。またエボ2016でゼロを倒して一躍名を挙げたカメメは25位、全一ゼロサム使いのナイロは33位、全一フォックス使いのラリーも25位で敗退し舞台を去ることとなった。そんな中、この大会で輝きを見せた3人の日本人プレイヤーがいた。そのうちの一人がチョコだ。チョコはスマブラ X 後期から日本のトッププレイヤーで、スマブラ4の日本ランキングでは県に次ぐ2位まで上り詰めたが、海外遠征はこれが初めてだった。勝者側では予選で敗北し、早々に敗者側に回ったものの、ラリー、ボイド、イーサム、ダバズといった世界トッププレイヤーを次々と撃破する驚異的なルーザーズランを見せ、初の海外大会でトップ8を獲得する活躍を見せた。2人目はライト。エボ2016では49位、2017では17位と満足のいく結果を出せていなかった彼も、最後のリベンジに燃えていた。もう本当に自分の目標がこの大会のトップ8残ることって決めてて、エボので2017は表裏剣アバダンゴに負けて、日本勢に負けて、もう何もなせないってなった時に、結構やっぱ劣等感強かったですよね、他のプレイヤーと比べて。まだキャリアも短いし、安定もできないし、どんどん日本勢と当たったら負けていくしみたいな。で2018になって、まあ絶対ここでもう最後のチャンスだから勝たなきゃなって思ってたところで、ここの大会でもうシード的にもすごく美味しいし、トップ8行ける道筋もかなりお膳立てされている状態で、ここ勝てなかったらもう本当にスマブラやってる意味ないなって思いながらやって、でトップ8決めるルーザーズのエレガントの試合はもう本当に勝った時地面蹴りましたね。ダンよっしゃって言って。そんなライトはエレガントを倒し、悲願のトップ8入りを果たした。トップ8では MVD と歴史に残る名勝負を繰り広げ、記録にも記憶にも残る素晴らしい活躍を見せた彼は、華々しくエボの舞台を去った。そして日本勢の中でも最も大きな活躍を見せたのがニエトノだ。勝者側は予選で早期に敗北し、敗者側に回ったものの、そこから敗者側トーナメントを順調に勝ち進み、トップ8を決めるフォールン戦でも日本で培ったタイロゼットを見せつけ、
見事トップ8入りを果たした。トップ8の初戦は同じ日本勢のチョコとの試合だった。日頃からよく対戦している相手との試合だったが、ニートの本来の堅い立ち回りで試合を作り、見事勝利を収めた。続くトップ6の試合でもミスター・アイを下してトップ4進出を果たした。この段階でトップ4に勝ち残ったのは勝者側でキャプテンザック・リーマン、敗者側でミステイク・ニエトノと、ニエトノ以外の3人はなんと全員が最強キャラのベヨネッタを使用するプレイヤーだった。まあ最後の大会だけど、まあ、なるようになるやろみたいぐらいの結構軽い感じで、軽いって言ったらですけど、割となんかそんな気負ってはなかった心境ではありましたね。間ちょっとだけ空いたんですよね、トップ4の間が。その時にツイッターがなんかベヨ3人に挑むシークディディみたいな感じで、トップ3阻止してくれみたいな感じで、結構なんかツイッターで海外世界のみんなに期待を寄せられてて、それはなんかまあ若干嬉しくもありつつ重いなと思いながらまあでもできるだけ頑張るかぐらいの気持ちで挑みましたね。トップ4初戦はミステイク、最強キャラを倒してほしいというギャラリーの期待を背負いながら、ニエトノは健闘を見せる。不利な展開になることも多かったが、最終的にこの試合を 2-0 で勝利し、ルーザーズファイナルへと駒を進めた。そしてルーザーズファイナルで当たったのはキャプテンザック。健闘を見せるニエトノだったが、最後はキャプテンザックのベヨネッタが勝利、3位で大会を終えることになる。勝者が96で負けてるんで、そこから敗者がずっと走って、で最後もベヨネッタ3連戦かみたいな感じのところ、まあ、ベヨネッタ戦ってすごいずらしとか頑張らなきゃいけないんで、まあ、なんか終わったらだけすごく疲労が溜まったなっていうイメージと、まあ、あとまあ頑張ったなっていう敗者側すごい走ってよう頑張ったな俺っていう感じでしたね。海外大会で苦しい結果が続いたニエトノが最後の世界大会で活躍をし、勝ち続ける姿はベヨネッタが上位を席巻したことと並び、大会を象徴する出来事として多くの人の記憶に刻まれている。エボ2018スマバトファイナルが終わり、残された大型大会は梅ブラファイナルのみとなった。梅ブラファイナルはスマブラ SP 発売の1週間前に開催される、文字通りスマブラ4最後の大会で、多くのプレイヤーが今までのどの大会とも違う特別な思いでこの大会に臨んでいた。まあ、本当になんて言うんですかね、青春の集大成みたいな感じだったっすかね。その自分だったら20代前半ぐらいの、まあ仕事しながらだったんですけど、かなり多くの時間を使って、まあ、なんかしっかり大会スマブラに打ち込んでましたけど、まあ、そういう生活を何年かした上での一番最後のそのなんて言うんですかね、世に出せる機会がファイナル、ウェブラファイナルっていう感じだったんで、まあそうですね、なんか空気が重かったっすね、やっぱ絶対的に。だからまあ普段の大会とかだったらこう予選始まる前とかにちょっと長い予選発散したりとか、そういうのがあったりするんですけど、もうみんなピリピリすぎて、そんな雰囲気では全くなかったかなっていうのを覚えてます。そうですね、メブラファイナルはもう本当にみんな、ものすごい気持ちかけて臨んでた大会だったと思いますね。もう会場の雰囲気もやっぱりいつもの大会とちょっと違って、もう本当に予選から本戦の序盤からもうみんななんか
やっぱ負けた人たちが、泣いてる人たちがたくさんいたのは、スマブラの大会でそんなことって結構あの大会以外でなかったかなと自分の記憶では、そう思うので、あの大会はちょっと、ものすごかったなと思いますね、まあ、僕はあの最後の1年も大学の B4 で研究室始まるタイミングだったんで、もう最後の1年はもう海外とかも行ってないですし、まあその研究室始まっちゃってたし、当時は就職をしようかなって考えてたんで、まあ SP はまあもうやり込まないかなみたいな気分ではあったんで、ムーブラファイナルに関してはもう勝てる最後の試合か最後の大会かなとは思ってましたね。なんで逆に言えばこの大会だけですかね、本当に優勝したいって思ってたのは。いや本当に勝ちたかったですね。僕はそのまだスポンサーさんともついてなかったし、まあ、まだその高校生だったんで海外大会とかも行ったことがなくて、まあ、その海外大会にはまあ当時行ける環境ではなかったんで、まあ、日本の大会にしか出れないっていうことで、まあ、当時やっぱ SP がもう発売する1週間前ぐらいに確か最後の梅倉が開かれたんですけども、まあ、この大会は勝って優勝したら確かそのランキングとかでも全然1位を狙えるかもしれないぐらいだったんですよね。確か梅倉を優勝すればだったんで、まあ、本当に勝ちたい一心でやってましたね、あの大会は。スマブラ4を愛するプレイヤーの思いを乗せた最後のオフ大会、梅ブラファイナルの幕がついに上がる。対空港の読み合いもしっかり強いのが、ティーバックは8、おめでとうございます。サイクロン警戒完璧した。サイクロン取ったー、リトルイージー。まあ、いきれい。他の技そして嘘だから飲むよ。あー、うまかったな。最後の試合見届ける準備できてますか？
オーケー、スマブラです、ご挨拶、はい、スマブラ 4WiiU 最後の締めくくりの対決、いやこのゲームの結論を見せてくれ、これは当たったらやばいぞ、怖すぎる、当たってしまう、これは最後かな、きつい、完全にですね、はい、このまま、ははお後ろ、ああ変化変化分かんないんですよ、飛車橋センターだけです、はい、バイカに、あバイバイ、上ビニスラ必要か、投げ2択、あ2択だ、制していく、ニュートラル、まだ何も繋がらない、空中へ